い、どうも。おはようございます。7月28日ですね。2022年ですね。そうですね。今日の最初のお話はですね、マスコミ、まあ、主にテレビですけど、テレビが、自民党と統一教会のつながりのことをですね、ネタにするのを避けてるっていうお話ですね。で、報道の自由とかが、おそらくあるので、そのネタを放送するかしないかは、マスコミの自由みたいな感じになってるんですけど、それはですね、放送しないと。で、なんかですね、ミヤネ屋みたいなね、バラエティ番組、バラエティ番組では取り上げるけど、ニュース、報道の部分ではですね、取り上げないような流れなのかな。ほんで、テレビ見ないからあんまわかんないんだけど、で、おそらく横一線でスクラム組んで、自民党と統一教会のことは放送するの、ニュースでネタにするのはやめようって、なってるのかな。で、意外とミヤネ屋はね、自民党と統一教会の話をするらしいんですけどね。まあ、民放だとですね、そんなことやってると、そんなことやってると CM 下げちゃうよ、みたいな。来月 CM うち取りやめだから、みたいな感じでちょっとつつかれるとですね、その話はやめますから、みたいな感じになっちゃうけど、NHK もおそらくそうなので、どうなんですかね。はい、といったとこで、結構くだらない話をしましたけど、今回は以上です。今、自民党と統一教会の話をしないと、ほんとマジでするときないですよってことで、以上です。